はい、こんにちは。今回はどうかしてしまいました。どういうことかというと、統合版のプレビュー 1.20.50.23 と Java 版のスナップショット 23W44A にて、新しいドート業界ガンファミリーこと、ドート業界ガンの新装飾ブロックたちの日本語訳が登場しました。しかしながら統合版の銅の日本語訳にやや様子のおかしい翻訳がいくつか見受けられましたので、統合版の日本語訳警察として捜査していきたいと思います。それでは早速、模様入りの銅。チーズオールドカッパーは模様入りの銅になりました。チーズオールドは模様入りの何々になるという、定石通りの翻訳です。Java 版と統合版、同じ日本語訳となっております。Next。カッパーグレートは銅の講師になりました。こうして、これも Java 版と統合版、同じ日本語訳となっております。素敵だー。Next。カッパーバルブは銅の電球になりました。豆電球のように銅電球、とはならず、のが間に入ってきました。Next。カッパードアは銅のドア。ストレートにドアです。統合版も同じくドアならドアってことないのですが、統合版は、銅の扉、でした。統合版は竹や桜のドアの翻訳も、かつては扉だったので、過去の癖が出てしまった模様。まあこれは時期に修正、銅のドアで統合されると思います。Next。カッパートラップドアは銅のトラップドア。これも素直な訳ですね。統合版は銅のワナップ扉。なんてことになっていたりしていないかって安心してください。銅のトラップドアですよ。というわけでお次は、詐欺が進んだ時の和訳を見ていきましょう。こちらは Java 版で銅、と検索した時の並びです。美しいですね。模様入りの銅で詐欺の翻訳を見ていくと、1段階目が風化した。2段階目は詐欺た。最終の3段階目は酸化した。と従来通りの詐欺訳です。一方統合版は、1段階目が露出した。風化せずに露出してしまいました。2段階目は風化した。1段階目で風化しないといけないのに、2段階目でやっちゃっています。最終3段階目は酸化した。あっていましたね。さてこの詐欺方の順番、見覚えのある方もいるんじゃないでしょうか。そう。これは統合版の 1.20 までの旧訳で、1.20.10 の大翻訳パリティアップデートで修正されたやつ、なんですよね。ってことでなぜ、せっかく Java 版と合わせた日本語訳をまたずらしてきたのか、という問いに対しましては、過去の翻訳パターンをぶり返しちゃった。ってことを、でしょうね。その証拠にとでも言いましょうか。ハニカムを使った銅は錆止めした、で Java 版と合わせられていましたけども、それは磨いた、とこれも旧訳に戻っています。とこんな手いたらくな統合版の日本語翻訳を浄化するために、もう一度 Java 版の美しすぎる銅の並びを眺めて浄化しておきましょう。Java 版はしっかりしていますからね。銅の電球だってほら。風化した銅の電球、錆びた銅の電球、酸化した銅の電球、そして錆止めされた銅の電球ランプ？突然の銅のランプ登場に動揺を隠せませんけども、どうしたものか。他の錆止めされたものは銅の電球なので、Java 版にもミスというか容器揺れ、ブレが垣間見れましたね。一つだけランプが紛れ込んでいることに、特別な理由、はきっとないでしょうから、次のスナップショットででも修正されているんじゃあないでしょうか。と統合版の旧訳たちもきっと、時期に修正されることでしょう。ってこと Next。業界ガンの新装飾ブロックたちの和訳も出揃いました。双方基本的には業界ガンの何々ですね。Java 版の兵は統合版で兵になっていますけども、これは旧訳で後日兵になるのか、それとも丸石の壁のように壁のままなのか、どちらかはわかりません。それから細かすぎる違いとしましては、Java 版の模様入りの業界ガンは統合版だと模様入り業界ガン、統合版には間ののがありません。磨かれた系の業界ガンは同じ。ですよね。塀と壁の違いがありましたか。あとは業界ガンレンガ系。Java 版は業界ガンレンガの何々に対して、統合版は業界ガンのレンガの何々と、今度は統合版の方がのが一つ多いですの。フェンスに関しましては相変わらず塀と壁問題がありますね。ラストは模様入りと業界ガンレンガののの行き違いの複合でございます。すべて把握できたあなたは業界切っての業界通です。てこくと、お次の操作は桜です。
統合版の桜のアイテムの翻訳はかつて、漢字の桜、カタカナの桜、ひらがなの桜が入り混じって咲き乱れておりました。それが現在、1.20.41 ではほぼほぼカタカナの桜で統合されています。これ例外はないんじゃあないか？漢字の桜をチェック。ゼロ、ありませんね。ひらがなの桜は？あ、桜の苗木のみひらがなですね。ちなみにジャババンにはひらがなの桜はありません。そんなジャババンとの違いは置いといて、統合版はほぼ桜になっても、問題が残っております。桜の感圧版の版がいた？じゃあなくて版なんですね。統合版はかつてマイクラ感圧版と言っても過言ではないほど、感圧版だらけになっていた時期がありましたけども、バージョンが進むごとに改善されていて、1.20.41 では桜と金と鉄の3種類にまで減っております。そしてプレビュー 1.20.50.23 にて確認しましたところ、感圧版は桜を残すのみ、な状態。あと少し、もう少し。みんなで桜を応援しましょう。すべての感圧版が感圧版に戻れたなら、素敵だー。もしあなたが盛り上げるふりして、紛れ込んだのなら、桜だー。Next。それでは日本語訳の他に、追加されたレシピなどを見ていきましょう。道と業界岩の新装飾ブロックたちが新登場したとき、統合版には追加されていないレシピがたくさんあったんですね。それらがきちんと追加されています。それにしても、銅のドアのコスト高すぎー。どうにかならないんでしょうかね？これ、銅ブロックじゃーなく、インゴットじゃダメなんですか？と問いただしたいところですけども、銅インゴットは錆びないので、錆びレベルに応じたクラフトができないんですよね。それで仕方なく、銅ブロックを採用している説、あるかもしれません。だとしたらもう、銅インゴットも錆びるようにするしかないですよね。だって同じドアなのにコスト9倍っておかしかですもんね。ってこと。業界岩のレシピも追加されました。初登場時は石切り台オンリーだったので、これで出揃った模様。ハニカムでコーティングした銅の新装飾ブロックレシピも追加です。模様入りの銅、銅のドア、銅のトラップドア、銅の格子、銅の電球、みんな揃いました。石切り台で遅れていたレシピも追加です。サビレベルの翻訳が古いのは気にしないでおきましょう。はい、というわけで、銅の格子がこうして銅と描画されている様子を見ながら、お別れしたいと思います。こんなことしている間にも、次のプレビュー版、1.20.50.24 が来てしまいました。内容はこれだけしかないようですので、正式版の 1.20.50 の気配が忍び寄っております。新装飾ブロックたちは実験的機能ですので、正式実装は 1.21 になりますけどね。それでは今回はここまで。バイバイ。あばよ。